コムズを演奏するキルギスの子供たちキルギスの音楽は、遊牧民的もしくは農村部の素朴さを残しており、トルクメニスタンやカザフスタンの民族音楽と密接な関係がある。キルギスの民族音楽は長く、尾を引くようなピッチに特徴があるが、ロシア民族音楽的な要素も取り入れられている。旅行音楽家やマナシチと呼ばれるシャーマンは、歌やコムズと呼ばれる楽器を演奏するため人気がある。 彼らの音楽は、典型的な伝説の女子詩であり、有名なものとしてはかつて国を守るため部下と共に、中国人と戦ったマナスの愛国的な物語、マナスがある。現代における有名なマナスの口実家としては、リスベクジマバイフやサヤクバイカラライフなどがいる。コムズ以外で有名なキルギスの民族楽器としては、フィドルのような楽器切るキ役や横笛のシビズギ、 チョポチョールやてみるオーズコムズのような黄金がある。コムズはキルギスの国民的な楽器であり、弦をこすって音を出す。キルキ役もまたキルギスのアイデンティティを象徴する楽器であるが、こちらはモンゴルのバトーごとに似て、楽器の構造に馬との深い関連があり、キルギスの文化において重要な役割を果たしている。キルギスの民族音楽にはシャーマン的な要素が残っており、 ドブレバやアサタ役、そして先ほど挙げたキルキ役などが使用される。キルギスの民族音楽では様々な種類がある、キュイと呼ばれる音楽の旅をめぐる、祭の前準備となる物語が表現される。物語は言葉なしで進められ、物語の重要な部分に関しては大げさなジェスチャーで強調することがある。カラコルのユルトで演奏するキルギスの音楽家現代のキルギスの音楽家は、 カンバルカンを国民的な民族音楽の合奏曲として演奏する。サラマとサディコバは声量の多さで人気のあるキルギスの伝統音楽の歌手であり、彼女は極めて長い期間にわたり曲の暗唱が可能である。彼女の歌のレパートリーには通常の民族音楽と共に現代的な要素を取り入れた楽曲もある。その他の有名な民族音楽家としては、テンギトゥ ジャン・ショー・フ・兄弟、ジャスプ・アシュルなどがいる。キルギスの伝統音楽とは反対に、現代音楽では、K-POP のような音楽がある。著名なグループとして、ザマンやジョナルがいる。これを、Z-POP と言い,い、J-POP や K-POP、カザフスタンの Q-POP などと同じ意味で、キルギスタン・ポップスを意味する。A.B. ブロートン、サイモンサルタノバ、ラジア、バーズ・オブ・ザ・ゴールデン・ロード、 2000、インブロートン、サイモンエリンガム、マーク・ウィズ・マッカーナチ、ジェームズ・デド・ゥエイン、オーラ、ワールド・ミュージック、ボリューム2、ラテン・ノース・アメリカ、カリビアン、インディア、アジア・パシフィック、PP24 から31、ラフ・ガイズ・リーミテッド、ペンギン・ブックス、ISBN1 から858286360、アルマティオ・アバスト、セントラル、 アジアインワーズアンドピクチャーズ2013年3月20日、閲覧。abcdwelcometokyrgyzmusic.com kyrgyzmusic.com2013、OK、年3月20日閲覧。ありがとうございます。